あ、網目状の。ポ。ポストオフィスで。ロ、ロンドンガール。かっこいい。アポチャンネル。イエイ、じゃ始まりましたね。いやまあ、そういう時もありますよね、はい、2連続でミスタ、まあ、そんな感じでやっていきます。ということでね、今日はまあ前回やったスイちゃん人形の次ですね、はい、チャンつけるとちょっとなんか可愛くなっちゃうんで、感じで、ゆういち人形はい、いやちょっと待って、はい、でさ、感じてゆういち人形は、はい、おきき人形みたいな流れになっちゃうじゃん、あの髪伸びちゃうやつ。この企画が楽しみでしょうがなくて、早くゆういちさん着替えさせたい。ゆういちさんもやりたいね。もう楽しみって言ってる段階でもう見た目を知りますよ、宣言だから。今日はね、ちょっとトップスボトムスアクセサリー、この3つをね、3人に分けて買っていこうと思うんで、またじゃんけんでね、じゃんけんでね、決めたいと思います。はい、じゃんけん、じゃんけん、ポン、あ、ボトムスに、あ、ボトムス、これ取れ、じゃんけん、じゃんけん、ポン、アイクでしょ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 、まんねえな、なんか私、トップス行かせていただきます。アクセサリー、アクセサリー、めっちゃ嫌な予感しか気持ち結構ね、アクセサリーも面白いと思うんですよ。女性のこのイヤリングとか買っても、つけなきゃいけないです。それはそうですよ、バカじゃない。3人が適当に選んでもいい感じになりましたっていう形だから、これ、はい、それを狙うんだから。3人で適当に買って面白くなりましたを狙ってどうするの。レッツウェイ。ということで帰ってきました。はい。ゆういち人形。ゆういち人形。だからちゃんとかくんとかつけないと大きく人形みたいな。今日は、ゆういちさんを着せ替えようということで、ね、ゆういち人形でございましたけど、うん、どうですか二人は。いい感じ？うん、可愛い。すごくいいのがあった。本当？可愛いって言ってね。僕なんかタンクトップ見つけて、この辺ぐらいまで結構長いタンクトップあったんですよ。USA の バスケットボールチームのタンクトップみたいなのがあって。俺これにしようかなと思って、いややばいやばい、でゆういちさんがちょうどすれ違ったんで、ゆういちさんタンクトップとかどうすかって言ったら、食い気味に解散でって言ってだからタンクトップは選ばなかった。タンクトップは一番着ちゃダメなやつですから。すごく面白くなってる。いやまあまあ楽しくない、買い物できたんで、やっぱ人の服を選ぶって結構楽しいもんね。楽しい、見て楽しい、責任がないから。じゃあ着替えてもらいましょう。かしこまりました。いってらっしゃいませ。いってまいります。ということで着替えてもらいましたけど、はい、さっきのスイちゃんの可愛いっていうのはちょっと不安だよね。まあとりあえず呼んでみましょう。ゆういち人形、ゆういち人形ですね。行きましょう、せーの、ゆういち人形。きっちり面白くしてどうすんだよ。案外いいねっていう流れ作る感じじゃん今。もうちょっと一着ずつ見ていきましょう。じゃあ上のシャツからですね。はい、これタイダイっぽい雰囲気で、これ可愛いっす。可愛いっすよね。かっこいいで可愛いっす。これシンクルステッチでちゃんとヴィンテージ品を僕選びました。でゆういちさんが紫系好きじゃん。そう、紫みたいな感じ。そうだから、確かに、あ、紫の服あると思って僕はこれを選びました。全然使えるっす。サイズ的な心配もあったんですけど、全然問題ないです。はい、よくいい感じです。っていう感じを気に入ってます、ぶっちゃけ。ですよね。はい、よかった。タンクトップ買わなくてよかった。タンクトップはあかん。これでタンクトップ想像してみ。じゃあ下はなんですか、下は私、はい、ね、私これはトラップスポーツじゃないですか。これはね、アディダスのスポーツロゴのポリエステル系かな、うん、シルエット大きめでいいっす。てかバックなかったら別にいいっす。ああ、ほんとだ、うん、普通に、はい、バックなかったら全く、てか普通です。持ったらどのぐらい雰囲気変わるぞ、はい、見てみよう。どこ見つけたの、ね、持ってそうじゃん。まあ確かに、持ってそうじゃん。あ、まあちょっとゼロでもいい、ゼロでは分かる。持ってそうじゃん、持ってじゃん、古着。俺男よ。自分持ってみ、別にいいっすよ。あ、かわいいかわいい。チャミク持ってみ、ちょっと持ってみ、さあさあ持ってみ。いや、俺持っちゃダメでしょ。アウトやん。でも、ゆういち
さんが飼ってる猫、まあ、猫にはそっくりなんですけど、トラックパンツを普通に普段から使えるし、 T シャツも普段から使えるんですけど使えねえっす。いや買い物に絶対ゲイ感出ちゃう。こんなに雰囲気変わるんですね。すごいね。食べないで。物の力ってすごいですね。そういうことですね。振り切ってやっぱりサーサーがよく言うように消費っていう表現あるじゃないですか、はい、それ表現も間違えていないと思うんですよ、はい、だけどそれを小物でそうじゃない風に見せるのが大事だと思うんですよ、うん、メガネしかり時計しかりブレスレットしかりネックレス、そういうものできっちり決めると多分良くなるんですよ、はいはいはい。これは逆パターンってことですかね。一つ次最後言っていいですか、はい、これがもしシュプリームだったらどう思いますか。大事にする。本日のゆういちみんでは、ね、まあ、今回分かった教訓としては小物の力が強いです。それがちょっと分かっただけでもよかったんじゃないですか。はい、ということで、本日はゆういち人形でございました。はい、また、なんかね、あの、他にリクエストとかあったら、ぜひ、コメントの方にね、お越しいただけると嬉しいでございます。はい、ということで、今日もありがとうございました。はい、またお会いしましょう。ありがとうございます。